皆さん、こんにちは、こんばんは。白本と申します。ラジオポイントか第106回イエーイ <laughs> テンション無理に上げすぎやろ。ねえ、白本さん。違うんですよ。別にそんなテンション高く、なんで高いんですかって言われても、別に気が向いただけなんで。別に、しかも106回なんて何の節目でもないんでね。テンション高くやる必要性はないんですけど。ななんでテンション高くしたんですかって言われたら、自分ではあんまり。 理由が分かんないですよねはい。まあそのだけで今日のラジオっぽい何かでーす今から何を喋ろうかなと思ってるんですがうんとね今日もじゃー歌枠について喋りましょうか歌枠よくねあのー、配信者さんとかあまあいや別にやまず歌ってみたと歌枠って僕別物やと思ってるんですねで 何がって言われたら歌枠って、まあ、生配信じゃないですかだからあの加工が効かないんですねで。要はある程度のこの声を持った人ができるんですけどあるそのっていうやつで歌ってみたっていうと録音したやつをまあんだかんだこう人間の手でうまいうまく聞こえるようにこう編集をして、まあ、行うもんなんでまあ 完成したものを見るとどうしよううまく聞こえるんですね。実際うまく聞こえるように調整してたりとかこう音程を上げ下げしてるんですけど。で僕思ったんですよ。歌枠ってこう結構、まあ、VTuber の方々がや,やられてるイメージあるんですね。で思ったことは。もしかしかて 歌枠をやってない VTuber さん。まあ自分のそのチャンネルのコンセプトがあって、こういう方向性に進みたいから歌枠はやらないっていうのはあると思うんですけど、あの歌枠をやる、いや逆にやる配信者って、やる人、やる人って歌に相当自信がある人なんやなっていう考え方になりまして。最近あ、僕は人狼界隈にいるのはあれなんですけど、人狼ゲームでもさ、 あズーム人狼っていう僕の苦手なコンテンツがありましたね。わ <laughs> しはもう苦手とか言うな苦手とか言ったらまた誘われへんくなんぞ下も <laughs> うち苦手じゃないんですけど。やっぱこの顔出せやつがね、ちょっと嫌でね。ひーってちょっと恐縮にこう震えてるんですけど。やっぱりそうっすよね。あのー、何でしたっけそのー、ね。ごめん。 言葉が飛んだ。言葉が飛んだそう、歌枠とか、まあ、ズーム人狼も同じくして、あれって顔にある程度自信のある人が出すと思うんですよ。歌枠も同じで、自分が歌うまいと思ってる人たちが、また、やると思ってるんですね。では、結局、みんな、ナルシストやねんなって話です。<laughs> ナルシスト、ナルシストです。はい。みんな、自分、まあ、自分、いや、ナルシストって言い方よくないね。まあ、言い方がトゲがある。 みんな自分の才能が、自分に才能があると思ってるわけですから。そう。これに関しては私はうまい。私はすごいと思ってるからやってるわけでして。いや、すごい尊敬しますよね。まあ、そんな言い出したら配信者全員そうですけどね。配信してるってことはなんだかこう、ねえ、俺は面白いから配信してやろうっていう思考を持ってやってると思うんで。特に僕なんかそうですよ。僕なんて、あ、俺って世界で一番面白いから配信してるわって思ってるから。<laughs> 実際そうなんですかいえそんなことないんですけど実際はメプソーもそんなことないんですけどあのやっぱりねそう思う時もあるんでそう思いながらいつもやってこうモチベタ持ってるんで端じゃん、ね、全員そうです全員そだからねああいうのできる人ってすごいなって思うんですけど歌枠をする人ってどういう機材を揃えてるんでしょうねあれが普通に気になりますよね あの何、ー、でしょう結構オーディオミキサーオーディオミキサーは関係ないのか結構こう山、ま、よくさ見るヤマハのなんちゃらこうちゃらどうちゃらっていうなんか白いやつでさなんかそれをマイクマイクをそれにぶっさしたらちょっと声が綺麗に聞こえるぜーみたいなやつあるじゃないですかあーんなんとか買う必要がやっぱあるんですかね僕はもう全然買う気もないし歌枠なんてサラサラする気もないんですけどどうなんでしょうね いやまあ歌枠ねまあエコーとかかけれるのはいいかもしれないですけどね別にそのエコーを使ってやるような歌枠ってどうなんて思うんでね <laughs> でやっぱ歌枠って個人的にすげえやってる人すげえなって思うのがあの何、ー、でしょう歌枠ってやっぱ歌うじゃないですか歌うは歌うんですけどあのー、やっぱあくまでこの視聴者の人にあ 歌歌を歌うういけんじゃなでですか例えばそうです、ね、まあ you の、YouTube のチャンネル登録者数みたいなやつで見て、振り分けで見たときに、例えば20代の男性が多いですよってなった場合には、なんか、ちゅ、かわいくてごめんって歌えるかもしれないですけど、もしそのね、50代のおじさんが多い場合って、なんか、風の中のすまるって歌うとき、そこまでじゃないと思いますけど、 それくらいやらんといけんじゃないですか。だからその、視聴者層に合わせて、歌う歌を決めらんといけんのは大変やなと思います。だって50代のさ、おじいちゃんたちが、そんなチャンネルほぼないと思うけど、あの, v のど、ね、VTuber のところには。VTuber にはほぼないと思うけど、50代のおじいちゃんたちが、チャンネル登録一番多いチャンネルで、 それこそなんかな、洋服足の歌ー、ヘッてらんさんってンダ歌ってもさ、絶対分からへんやん。<laughs> 絶対分からへんからさ、それを合わせに行くのしんどいっすよね。だやったら結局、こう、個性を殺してやらんといけないすね。僕もたまにカラオケー、僕自分の歌声に自信あるんで、カラオケー配信するんすけど、たまにツイキャスでね。あれもね、あのー、こう、なんか、皆さん、最近テ TikTok とかでさ、 ティックトックかチックタックかなんかそれやんけど、それでこう流行ってる曲やったらさ、皆さん、あっ、この曲や、わぁ、バチバチってなるんですけど、僕の好きなラップの曲とかね、アニメのラップの曲とかあるんですよ。それとか歌い出したらね、コメントなんかね、急にね、流れなくなるんですよ。で、やったら結局こうね、いつものね、知ってる曲を歌うしかないんですよね。悲しいよね、あれ。やっぱあれ、すごいわ。だ 例えばさ、俺も同説がさ、1万人っておったらさ、その1万人のうち1人ぐらいにはさ、その刺さる曲があるかもしれんけどさ、1万によってそれでも、1人のために歌うよりさ、絶対その999人に喋った方がいいやん。まあ、1万に対して1人と999って言ってる時点で、ちょっと人数計算合ってへんねんけど、ま、あそこは一旦無視しといて。<laughs> ただ無視しといて、そこ。そうだよねー。すげえなーあれ。<laughs> てか、歌うまくなりてんよね、僕。 いや歌うまいと思ってんすけど、歌がうまくなりてんよね。で、歌うまくなりてんのはどうしたらいいって友達に聞いたら、歌のうまい友達に聞いたら、ボイトレ行けって言われたんですよね。ボイトレって高いじゃないですか。僕別に自分の声に、声には自信、声も自信あるし、歌声も自信あるけど、あの歌がうまくなりたいがためにお金をかけてボイストレーナーのなんかボイトレ教室にまで行こうとは思わないですね。うん。だってめんどくさいやん、そんなん。もういいやーそこまでせでんね、もう。 あくまで僕は何、何事も適当にやってなんか何、何事にもおいても適当にこなせるっていうぐらいがちょうどいいと思ってるんで。うん、何かを極めるということは僕は大の苦手なんでね。あの、飽き性なんですよ、僕。だから、あの、一つのことに、こう、集中して、ダーってなんかしんどいんですよね。僕に会ってないんですよ。 だから微妙に声遠いなって思う人いるかもしれないですけど僕今ねなんかすっげえだらきた格好やライジオっぽい何か撮ってるんですよね <laughs> どんな格好かっていうとあの椅子と背もたれあるじゃないですか椅子のこう肘掛け部分肘掛け部分からもうなんかグテーってグテー玉みたいにねグテーってしてるんですよ<笑><笑>どんな体勢で撮ってんのって言われますねもうちょっとやる気出して撮るよいなんかねこの,この肋骨部分をねこの椅子のひ肘当て部分に当ててで 肘,肘大きいのとこに肘を置いて、こう肘立てて、ほっぺたにこう、肘を立てながら、こう、グテーってしたらね、こう、右方向にグテーってしたらめっちゃ気持ちいいんですよ。なんかもう眠たね、これ。最近もうラジオっぽい何かもさ、こうずっと目閉じながら収録してるんですけど、そのうち寝ながら俺撮れんちゃうかなって思ってるんですよね。ははははは。の話や。まあそんなところです。はい で歌く僕はやることないんですけど、でも最近さ、縦型配信とかできたらしいですね。僕全然やったことないんですけど、あれ一回やってみたいですね。そのだけで縦型配信か、まあ、TikTok、オマージュしてんやろな。いや、TikTok にはもう勝てへんやろな、YouTube も。どうなんやろやあの。やってることが明確に違うから、ショート用と、ショート動画を種に置いてるか、 動画を手に置いてるか言って変わってくるかね。あれ難しいね。なけやらればラジオっぽいないか第106回終わりまーす。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いしまーす。あと3秒、待って。よし、10分経った。<laughs> ありがとうございました